当然よ。問題ないですか？作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第二作戦海域、作戦要項で戦艦ビスマルク、抜秒、出撃するわ。艦隊戦か、腕が鳴るわね。よいしょ。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。有効かな。お願い。まあ、私の故郷の偽装って物がいいし、新栄艦に使う兵装は私がきっちり。艦隊戦か、腕が鳴るわね。そして砲撃戦です。くま、お子様言うな。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。まだ下に気づいてないよ。ガンガン撃って。長女さん、長女、頑張って。お願い。私が一番です。何言ってるの、当たり前じゃない。いいのよ。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え、足が遅いって。しょうがないじゃない。私装備が。艦隊戦か、腕が鳴るわね。さあ、ミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。やられてしまったにゃ。私が一番です。何言ってるの、当たり前じゃない。いいのよ。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェック。
艦隊戦か、腕が鳴るわね。さあ、ミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。突撃するんだから。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。ファイヤー。私が一番です。何言ってるの、当たり前じゃない。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェック。艦隊戦か、腕が鳴るわね。そして砲撃戦です。クマ、突撃するんだから。どう、この攻撃は。私が一番ですって。何言ってるの、当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え、足が遅いって。しょうがないじゃない、ま、装備が。艦隊戦か、腕が鳴るわね。さあ、ミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。突撃するんだから。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。航空部隊の皆さん、お願いします。索敵も砲撃も雷撃も青葉にお任せ。攻撃開始、行きましょう。ダーッ、見つけたにゃにゃ。テルズキも粘土曲がってます。大丈夫、力を。はや、始め。私が一番です。何言ってるの、当たり前じゃない。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え、足が遅いって。しょうがないじゃない、霞装備が重いんだ。
バカ、役立たずぞ。また沈んでしまえ。さあ、ミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。命中させちゃいます。どう？この攻撃は。ファイヤー。クマリンコのお洋服がひどすぎます。そして砲撃戦です。カンカン待って。作戦も砲撃も雷撃もアオマにお任せ。有効かな。ファイヤーお願い。やられた。何嫌い。そして砲撃戦です。まだこちらに気づいてないよ。魚雷発射攻撃開始。引き取りましょう。攻撃開始。うらー、ほらもう一発。さあいろいろ試してみてもいいかしら。夜はまた別の顔なんだから。あとで感想ガッキン。ほらもう一発。ほいや。うらわたしが一番です。何言ってるの、当たり前じゃない。いいのよ。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え、足が遅いって。しょうがないじゃない、装備が重いんだもん。ダック、私ビスマルクの出番ね。